はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ラーの翼神竜ゴッドフェニックスです。さあ本日なんですが、神をね降臨させていこうとまた思ってまして、ホルスギミックとは3体リリース系のデッキ相性いいですよっていうのは無限に言ってるんですけど、これねラーっていうデッキのギミックが実は最強に相性良くて、これなんでかっていうと、あのイブセディとかこの王の棺って手札コスト要求するじゃないですか。これね手札コストとしてめっちゃ優秀なカードなんですよね。これがガーディアンスライムって言うんですけど、ガーディアンスライムって手札から墓地送られるとラー系のカードをサーチすることができまして、魔法トラップカード、これがねマジでねイムセティとかこの王の棺とかとすげえ相性いいんですよね。まあ、要はコストを2回分用意できるっていう、そもそもので、さらにあの3体の下敷きを用意することもできて、しかもその3体の下敷きの打点が高いんですよ。だから打点が高いモンスターが存在して、しかも召喚権を使わないってことは、例えば王の王を持ってくるインシェの呪文とかでラーを持ってきて、でラーをこのインシェの呪文を召喚して召喚したら、ラーの抑止心理の打点がバカみたいな打点になるんですよね。余裕で1万は余裕で超えます。1万でライフ払ったらもっとなんか2万近くまでいくんで、すげえ納金ワンキルとかもできるんですよね。これがめちゃくちゃ相性が良くて、今日は、まあマリク魔改造ホルスラデッキ分回していきたいと思います。ちょっとねラーをもうちょっと減らした方が多分永続魔法トラップもうちょっと入れた方が基本的には多分強いと思うんですけど、まあ今回はちょっとラーをでキル取るというのを目標にしてますんで、ちょっと許してください。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。一旦応募から入るか。応募の石壁の効果を発動して、イムセティを持ってこさせてもらって、うららはなさそうですね。まあちょっとチェーン隠されてたらあれですけども、でこの金玉を、デッキに返して去勢して、で、ホルツの栄光イムセティの効果、ガーディアンスライム墓地を送りながら王の、墓持ってきて、でカード決まったところ、弱えな、ドロー弱えな相変わらず。で真なる太陽神持ってないかでいく、真なる太陽神結構強くて、ラー以外なんか特殊召喚されたターン攻撃できねえみたいな効果ありまして、これなんか意外となんか相手がテキスト読んでないから結構刺さるんですよね。意外とね。ちょっと一回王の棺かなんか持ってきとこうかな。もう一回金玉持ってきといて、まあコストにすればいいや。で、王の棺の効果を発動、王の棺の効果発動してラーの抑止神竜捨てて、ハーピー落とします。ちなみにこのデッキ先行で何をするかっていうと、先行では基本的に相手のターンの相手の何かこの開始のターンの準備をする感じになりますんで、基本的にはね。なんでラーを出すとかはまああんましないんですけど、一応ラー頭出すと結構ラー頭自身が対象体制と攻撃対象にならないみたいな効果あって結構強いので、まあそれを出しに行くのもまあありっちゃありです。はい、固まった後入れるとちなみにワンキルができるらしいです。はい、カタパルトを入れるとね。でドゥアムテフどうしようかな。まあカタパルトする場合正直ね、あれでいいんだよね、ヌメロン系のドラゴンとかなっちゃうんであんま良くないみたいな話はありますね。でここで、まあ、マスカレーナを一旦出しておいて、まあ一応ドゥアムテフも出すか。はい、フムナー2ビル、ここ2ビルない。まあタイヤラは出した方がいいかな、まあ、一般的に多分構えるとしたら多分これでいいと思うんだよね。でマスカレーナにぶん殴ってこようもんならタイタニックガラクシーが攻撃誘導効果持ってるんで、結構これはそれではそれ強いかなっていう話があるから。であと相手がホルスとかだと王の棺止められるんで、タイタンギャラクシーがまあまあ強いっていう話もあって、まあその辺も、ああイムセティか、なるほど。イムセティ、コスト強えな、それクラウンか。王の棺は一旦止めたいですね。でクラウンが出てくるのもしょうがねえな、クラウンが出てくるのはしょうがねえ、クラウンが出てくるのはする。でマスカレーナ OK で、王の棺は止めないといけないんだけど、まあ、もう一枚持ってる可能性も結構あってで被ってること、まあ、これは止めざるを得ないんだけど、
タイタニックギャラクシーで、まあ一応これで止めておかないとホルスのイムシティ出てきて殴られるとかがあるんで、まあ、一回これ止めざるを、あ、でも真なる太陽神あるから別にここ止めなくてもいいのか、コスト切った後でもいいな止めるの。真なる太陽神あるから殴れないんですよね、ラー以外。うわー出たー、ホルスティアメンズだ。ホルティア強いんだよなマジで。うーわ強っいやまあでもこれここなんだよね、だからつまりレイノハートで落としてきたモンスターを多分あのマスカレーナでしょんないといけなくて、マスカレーナじゃねえや、リトルダイでしょんないといけなくて、これで一応融合措置してなんとかしたいんだけど、なんかこれ止まってくれるかな、これこれ止まってくれると熱い。あーベタノイズ落ちて、まあでも言うて強くないね、あんまり言うてそんなに強くないで、レイノハートの効果で墓地を食ったモンスターを多分リトルナイトで飛ばせば、まあ、一応有効は阻止できる。効果今のチェーンは多分メタノイズだね。で、シェイレーンをゲームから除外することによって一応これで融合は一発阻止はしたけどな、阻止はしたけど、まあただこの後ランク4とか普通に殴られるとかあるから、まあちょっときついか。クロノダイバーリーダン、なるほど、 OK、 クロノダイバーリーダン OK で殴ってくる。あ、効果使うんだ、効果使うんなら飛んじゃった方がいいね、さすがに効果使うんなら飛んじゃった方がいい。ちょっとレイのハートワンチャン何か起こされ、まあ、起こされないと思うけど、まあ一応これ飛んだ方がいいね。うわー出たー、いやこれでワンチャン掴みに来るのか、これでシェイレーン落ちたら地獄やぞ俺これでシェイレーン落ちたら地獄や。でも1枚しかない、オッケー落ちなかった、神あぶねー、耐えたー、よっしゃ耐えたー耐えたー、耐えたんご、耐えたんご、ラータマキタンゴ、なるほど。いやワンチャン作られるから一旦これ多分ティアラメンツネーム消さないといけないね。ティアラメンツネーム消してでメインツ入る。いやーこれどうすっかな、ワンドロー入れに行くのは結構ありっちゃありなんだけれども、ホルスもっち、あーむずいな。とりあえず8時だよ全員集合するか、一旦8時だよ全員集合するわ。ハーピー出す無限出ししてモンスターをでイムセ出して、はい、いやあれさー難しいですね。リダンはしょった方がいいよな、さすがにちょっとリダンはしょるわ。リダンしょります、真なる太陽神を墓地の区立リダンをしょって、で、1枚ドロー入れてイムセティで、さらにカード1枚ドローしに行くみたいな動きをしていきたい。あ、ガンマいらないで、イムセティの効果起動する。ガンマ墓地を送りながら王の棺持ってきつつ1枚ドロー、オッケー、なんか強いの引け、あー弱くない、いいよこれは、いいね、なるほど。まあ、タイタニックいないからモンスター効果無効ですかね。タイタニックギャラクシーがちょっと一番なんか仕事してくれそうな気がする。タイタニックギャラクシーじゃねえ、間違えた、フォトンロード。タイタニックギャラクシーがいれば一応魔法カード無効にできるんで、あのスクリームとかの効果無効にできるっちゃできるんですけど、まあでもチェーンで隠されるか、その場合はタイタニックギャラクシーちょっと2枚欲しくなるときたまにあるんですよね。ちょっとエクストラバック1枚なんかに使わないのを抜いてタイタニックギャラクシー抜くみたいな、てかめっちゃ真面目に遊戯王してるな、めちゃくちゃ真面目に遊戯王してるね俺。ガンマはもう入ってんさすがに、増殖する G ぶん投げて、でこれ G 通っていただけると嬉しい、通っていく、 OK、 じゃあ何してもいいよ、とりあえずワンキルする以外は。金玉来た、 OK あーバロですね、なるほど。まあでも言うてティアラメンツネーム多分引いてないから、まあ言うてそんなに強くないね。じゃあバロネスはまあ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 いいや、バロネスはまあいいや、はいはいはい、どうぞどうぞ、バトル OKOKOK です、全然 OK です。でリトルナイトぶん殴ってくる、 OK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 、 耐えてる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 、これいけるんじゃない、これさすがに、はい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 、破壊もしてこないと、まあどうせね向こうに
え、てか今さフォトンロード対象に破壊って言えばよかった気がするけど、まあでもそうするとあれか、ホルスたち全員ぶち切れてくるからね触らないのが騎士みたいなのがあるからね。ホルスはマジでね、ホルスってね全員ぶち切れるんだよ、ね、すぐなんか他のカードを触るとこうなってくるとだいぶ強いよな。まあ、一応ホルスの黒炎神の効果起動しますか。ホルスの黒炎神の効果起動しまして、まあどっちもいいですね。ハーピーかなんか、まあどっちもいいけど、まあ、ドゥアムテフミア、ドゥアムテフ墓地を送りながらフィールドのカードを一枚墓地を送りたいですよという効果を使いまして、でバロネスの効果使うって言ってそれをフォトンロードで無効にして、オッケーで、フォトンロードの効果、相手が発動したモンスターの効果を無効にして、まあ、破壊はしてくれないんだけども、ギャラクシーが素材になってないから、でこれで、はい、無効&バロネス墓地送りワンドロー、はい、からの王の棺の効果によってカードを1枚ドローしてくる。あ、強い、いけるかもしれんこれは来たかもしれん。陰神の呪文の発効果と、でラーの抑止力を手札に加え、そしてちょっと待って、全部出せばいいか、とりあえず全部出すわ。1体出すで、2体出す、オッケーオッケーオッケー、いいぞ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 、これはこれはアルティメット脳筋力が見せれる可能性があるぞ。よし来た。で自分の墓地のイニシエの呪文の効果を発動。このターンラーの抑神竜はアドバンス召喚したモンスターの攻撃力を合算し生贄を束ねる力を得る。ヒーラーテックステクスト A 賞現れよ、ラーの抑神竜不死鳥となりて、ラーの抑神竜の効果発動、行けバトルフェイスと貴様に引導を渡してくれる、ゴッドブレイスキャノン強えうわーラー最強。あー、まあ金玉来てんのはでかいね。これ金玉でしょってからホルスっていうね、最強の動きできるからね。金玉処理ホルスからのなんかディンギルスで玉処理するとかもできるんで、結構ね割とね優秀ではあります。この金玉というカードは相手が展開系デッキであればあるほど、やべ、ちょっと待って、これ図書館混流デッキやん。図書館混流デッキやばい、さすがに図書館混流デッキはさすがにやばいガチでやばいこと起きた。それ、え、僕ターン帰ってきます、僕のターン帰ってくるかどうかだけちょっと教えてもらうことできるか。帰ってこなさそう。うわー、図書館2代目混流されそう。これ 2代目2軒目2投目、ちょっと図書館の数え方わからんけど、ちょ、マッチでやばいって、それはやりすぎじゃないですかね。魔法都市エンディミオンの効果が発動されていく。さあ、さらにカードを1枚ドローされていく。やばすぎ。サイレントオビー誰やねん、マジで。あー、これ送りつけられるやつか。はい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 。送りつけられるやつ。で、参戦の5。おい、ふざけんな。俺が発動した効果じゃねえって、それ。それ、俺が発動した効果じゃねえ。お前が送りつけたんやろ、それ。ふざけんな。なんだ、この最強コンボ。サイレントオビー送りつけからの参戦の5、参戦の再コンボ、マジでやめて。ちょ、あ、強すぎだろ、それ。ふざけやがって。何もしてねえけど、俺普通にドローさせられた強すぎる。なんだこの最強コンボ。うわ、これでデッキ全部掘り切るってやつ。え、ちょっと待って、エクゾディアじゃないの、エクゾディアじゃないのこれ。全部デッキ引きましたけど、彼エクゾディアちゃうんか。ベノムボア誰やねん、ベノムボア誰。ちょっと待って待って、なんか全部引き切ったけどエクゾディアではないとかいう意味不明なこと起きたけど、ちょ、これ何これ。俺も封印を解かれる準備してたんだけど、俺封印解かれてないんだけど、何、誰誰誰誰、ガチ誰、ガチ誰。ベノムボア一旦にしろ、自分のフィールドの表から表示モンスターいった対象、あ、相手フィールドか、相手フィールドの表から表示モンスター対象にとってベノムカウンターを2個置く。ベノムカウンター、なんかよくわからない、ベノムカウンターなら謎のカウンターが置かれましたけども、え、あれだよね、なんかハイパーベノムカウンターだよね、ベノミナーガ様はハイパーベノムカウンターがめっちゃ置かれた時だから、多分これベノムカウンターはあんま関係なくて、え、なんかこれ勘違いしてる彼、大丈夫、なんかよくわかんないことが起きてるけど、これどういうこと。ベノムボア
とかいう謎モンスターが、の死者蘇生、はい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 、またベノムボアだ。ちょ、わからん、何このベノムボアとかいうモンスター。ベノムボアをなんか謎に無限に蘇生してくるコンボってこと。これベノムカウンターがなんか置かれたらやばいこと起きんの俺。ちょ、わからん、マジでわからん、ガチでわからんの来た。ベノミカウン、ベノムカウンターなる謎のカウンターをこれ無限に置かれ続ける、ちょ、あまりにも意味不明なコンボなんだけど、これこれ何が起きてんのこれ。ガチで何起き、ガチでわからん、こいつ何しようとしてんだよ。これさ、なんかやばいカードあんのかな。ベノムカウンターを2個除いて、ベノムカウンターがうんぬんかんぬんで、トラップカードとかってこと。なんかちょっとわかんない、わかんない、あーわかんないわかんない、あ、なんかターン返ってきた。何がしたいねん、ちょ、わからんわからんわからん、え、何それ、ベノムスプラッシュ、何それ、わからんって、何そのカード、ちょ待って、ベノムカウンターが置かれてるモンスターに対象として、ベノムカウンターが全部取り除いてかける700ダメージ、え、それエクソディアでよくない。